はい、こんにちは。今日はね、このゴースト・オブ・ツシマ、僕ちょっと趣味でプライベートで進めてたゲームなんですけど、このゲームのね、写真撮影モードが結構すごくて、なので今回はこのゴースト・オブ・ツシマの世界を旅しながら面白写真を撮るだけっていうそういう動画をやっていこうかなと思います。はい、一応どういうゲームなのかっていう説明をすると、まあこの主人公が酒井仁君っていう、まあ、対馬を守る侍なんですけど、彼がね、その蒙古、対馬を侵略しに来たモンゴルの兵士たちと戦うっていうストーリーのゲームですね。なんですけど、まあ今回はちょっとストーリーとかね、もうガン無視で、ただひたすらこの対馬のフィールドの中で面白い写真を撮っていこうという。はい、でカメラがこんな感じで、見て、めちゃくちゃ自由に動かせるんですよね。すごくないこれいやこれ使ったら結構いろんな写真撮れそうだなという。うん、彼酒井仁君、モデルが日系アメリカ人の、うん、俳優さんらしいんですけど、でね、仁君の表情もこんな感じで変えられるんですよね、いいでしょう。この辺ね、結構接吻、これ腹立つな。この接吻の表情とか結構使っていきたいですね。あ、天気も変えられるんだ。あ、へえ、すご。え、めちゃくちゃ変えられるじゃん。へえ、あ、写真のためだけに天気変えたりできるんだ。打ち込めないなって。風の強さ、エフェクトってなんだ。もみじ、おお、めっちゃもみじ降ってきた、すごっええー、あ、こういうのもできるの。え、すごい、もうものすごい降ってきたな木何本分だよこのもみじ。いや、これはちょっとやりすぎじゃない小道具さん頑張りすぎじゃない。いや、これは違和感あるって。あ、でもまあまあまあ、これはこれでって感じあるね。うん、これスクショしとこっかな。スクショはこれか。はいはいはい、とりあえず最初の1枚ということで、はい、スクショ。他にもあるの、エフェクト。他の、あー、笹の葉とか。あ、全部フラセル系なんだこれ。ススキの花粉、おお、すげえすげえ。あ、白い綿毛みたいなね、ホタル。ちょっとキモいなこれ。いや、ちょっとちょっと気持ち悪い、気持ち悪い。ちょっと量考えて、ホタルの中外じゃねえかこんな。ズーム、おー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 おお、すげえ。あ、毛穴まで見れる。え、すごこれ。ジンくん、あ、眉毛剃り残しあるよ内側のところ。え、すご、ここまで寄れるんだ。なんか左頬怪我したよねそれ。どうした、カミソリ負け。すごい、なんか血ついてるけど痛そう、大丈夫。へえ、すごー、ここまで寄れるんだ。はい、まあそんな感じでね、とにかく高性能なんですよ対馬のカメラなんで、いろいろ写真撮っていきましょうか。でね、ただ写真撮るだけだとちょっと行き先とかで困ると思うんで、これ温泉、対馬ね、各地に温泉があるんですけど、この温泉を巡る旅にしようかなと、はい、思います。で、温泉を巡る道中で写真を撮ったりっていうね。これ入れるんですよ。あー、プリケツですね背中が綺麗、ジン君は思うこと。あの、温泉に入るとね、物思いにふけるんですよ、ジン君は。猛虎が去ったら、腹いっぱいになるまで果物と魚を食いたいな可愛いこと考えてる。朝の海苔も捨てがたい。あ、海苔も好きなんだ。へえ、まあそれはぜひ食べていただいてはい、まあこういう温泉がね、結構各地にあるんで。でね、温泉を全部コンプリートするとある装備品が手に入るんですけど、ちょっとそれも欲しくてね俺。うん、あー、どうしようかな。でもここ最初の温泉だし、ちょっとこの最初の温泉記念の写真も撮りたいな。あー、ちょっと待ってよ、ジンくん待ってよ、ジンくん、ここ、よし、あ、いいねあ、いい、めっちゃなんか
鳥も来た、鳥も来たよ、ジンくん。右見て。ほら。ちょ、すごい、すごいいい写真撮れた。なんか、何これ、なんか、あの、ニルバーナのジャケットの赤ちゃんみたい。あ、いいね、これ、ジンくん。早速いい写真撮れたよ。こう、水面がね、うまいこと消えてるのがいいね。グラフィック的に。ね、これ、温泉だけど、ちょっと水中に潜ることで、ちょっと、水面が消えて、浮いてるみたいじゃん、ジンくん。いい。いいわ、ジンくん。あー、蝶々も飛んできたよ。平和だねー。めっちゃいいじゃん、この絵。この、もみじの赤と鳥の黄色と、ね、ジンくんっていう、なんか、ね、構図がいいですね、これ。よし、じゃあ、次なる温泉を目指して、出発しようか、ジンくんね。このね、風が吹いてる方向に、温泉があるんですよ。だから、風向きの方に行けば次なる温泉が見つかるというね。ちょ、大丈夫それ。あ、ジンくん。あ、よかった。無事だった。いやー、対馬はね、こういう事故死もありますから、気をつけていこう。ちょっと、慎重に降りていこう。慎重に降りよう、この崖。ここか。ちょ、大丈夫だから、ちょっと。無茶しないで、ジンくんザワールド。危ねえ。ちょ、どんな表情かだけ見とこう。うん。面白い表情だったら写真撮っとくから。あー。あー、意外と普通。意外と普通だね。うん、じゃあ。はい。ごめんね、ジンくん。いや、景色がね、いいんですよ。このゲーム。ね。このイチョウのね、なんか、感じとか。色合いがすごい綺麗なの。あ、敵がいる。猛虎兵がいる。お、ジンくん、猛虎兵がいる。やっつける？やっつける？やっつけようか。え、猛虎兵は許しちゃおけねえ。剣を抜け！あ、戦闘中もいけるんだ。なるほど。あ、いって、てめえ！おら！ジンギリ！ジンギリ！技目出そう。ジンギリ！めっちゃガードされるんだけど。てめえら！多勢に無勢！うわ、やめろ！おら！よし！一匹やったぜ！てめえ！坊主がよー！おら！よいしょ！くるくるジンギリ。お、これもジンキック。ジンキックかっこいいね、ジンくん。あとで写真撮らせて。おら来いや、いって、本当に来るやつがあるか。痛い痛い痛い。やめろって、おい。2本持ってんじゃない。おらジンキック。待って、ちょっともう一回ジンキックやって、もう一回ジンキックやって、ジンくん。もう一回ジンキック、来いや。ジンキック、よし、取るよ取るよ。そのままね、そのままね。はい、二人ともそのままね。オッケー。ジンくん体勢きついと思うけど、ちょ、頑張ってね。撮るからね。あ、いいね。泥しぶきの。あ、いいね。ジンくん、どこ見てんのかな、それ。地面を見て何を考えてるのかな。この対馬の大地も、俺が守らねば、とか考えてんのかな。ジンくん、真面目だからな。オッケー、写真撮ったよ。ジンくん、微笑みいいね。微笑みながらのジンキック。いいですね。はい、じゃあ、二人とも、再開するよ。はい。よし。てめえ、許さねえ。やっちゃってくださいよ、ジンくん。来い。水の、風の呼吸。あ、いった。てめ、殺すぞ。怖い。急に怖い。おらっちゃん。さっき撮った写真、メイドに送る履歴書の証明写真にするんだな。あんまりかっこよくないよ。遠くね、温泉。結構遠いな。なんか全然見つかんないなぁ。俺は竹か？竹やぶ。あ、あ、鹿だ！ジンくん、鹿だ！鹿がいる！写真撮りたい！これはぜひとも写真撮りたいな、対馬の鹿。元気な鹿だ。待て待て！拙者坂井陣と申す。拙者坂井陣と申す。鹿にも自己紹介を欠かさない男。いや違うなぁ。もうちょっとなんか仲いい感じで撮りたいなぁ。坂井陣と申す！坂井陣と申す！あ、どうこれ。あ、いいんじゃないこれ。ツーショットいけんじゃない。あ、いけそういけそういけそう。なんだその顔。お互いになんだその顔。怒ってるジンくん。なんか怒ってる。ちょっと半切れじゃない表情。いいね。絵になるわ。絵になるわ、ジンくんは。いいね。なんだろうね。なんか、おいでよ、対馬動物園みたいな。なんかキャッチコピー入れて。ねえ。パンフレットとかに載せれそうだね、この写真。いいね。
よし、行ってよいぞ。時間を取らせたな、しか。よし、じゃあ改めて温泉目指すか。来い、馬馬に名前つけてあげて。よし、この馬ね、名前ないんだよね、なんか。うん、前いた馬はね、ちょっといなくなっちゃって新しい馬になったんですけど、これ名前がないんだよね、この馬まだ。なんか名前つける、ジンくん。なんか競走馬っぽくしたよね、速そうだし。インターネットパワーインターネットパワーどう、ジンくん。俺なんかやっぱインターネットパワーで生きてるから、それにかけてインターネットパワー。速そうだし強そうだし、いいんじゃない、インターネットパワーね。まあ、ジンくんの時代にはインターネットパワーとかないと。あああったあった、ジンくんあったよ、温泉で。落ちないようにね、落ちたら死ぬからね、普通に、うん、インターネットパワーから落馬したら死ぬからね。よし、オッケー、降りていこう。さっさっ、ジンくん結構ね、パルクール的な動きもできん。きたー、白身の人。確かに白が見えるな、ここは。いいじゃん。ふぅ、プリケツタイム。よし、オッケー。あと何個あんだろうな。これ普通に本編やってる時も温泉見かけたら入ってたから、多分そんなにめちゃくちゃ数入らないといけないわけじゃないと思うんだけど。うん、次の温泉はあっちか。オッケー。お、焚き火をしておるぞ、ジンくん。いや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 、皆の衆、何を集まっておる、焼き芋か、芋を焼いておるのか。食わせんか、酒井陣だ。芋を食わせる。黙れ、ストーリーは攻略せぬからな。熱い、ジンくん大丈夫か。いやでもジンくん待て、これは噂に聞く根性フォトスポットでは。耐えろジンくん、ジンくん耐えてくれ。これは孫をことなき根性フォトスポット。誠の根性を持つ者しかこの場で映えることを許されぬという、まさしく根性フォトスポット。ジンくんいいぞ、ジンくん耐えてくれ。早めに写真を撮るから耐えてくれ。いいねいい写真が撮れた。うん、周りのやつらは嫉妬してるんだよ、ジンくん。根性がないからな、ジンくんみたいな。本当は自分もジンくんみたいに映えたいのにできない、根性がないからできない、ただ見てるだけ、そういうインスタ弱者の集まりなのさ。お、なんだそれ、なんか食ってるな。おい、芋かよこせ。芋好きだな、ジンくん。でもこれまた写真が笑ってるで、おいジンくんちょっと笑ってるで、おい。ちょっとやだ、ジンくんチューしちゃうの。ちょ、やめときなよ、こんな下船のものにジンくん武士なんだから、もっと誉れ持って。やだよ、ちょ、ジンくんさっきより近づいてるよちょっと鼻息かかる距離だよ。ジンくん本当に本当にチューしちゃうの、本当にチューしちゃうの、ジンくんね、本当にチューしちゃう。 And I are それぞれる。あ、あった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 、ジンくんあったよ、温泉あった、やったー。よし、ホタルガオカの人。ホタルガオカっていうんだ、へえ。ホタルがいるのかな。まあでもね、ジンくんホタル無限に召喚できるもんね気持ち悪いぐらいホタル呼び寄せられるもんね、ジンくんは。これ登れないのかな、登れないのか。登れそうだけどな、傾斜的に。行くぞ、とう、はあ、あー、ギャー、ちょっと違う、うーん、表タンと違うな。インターネットパワー、もう一回だ、もう一回だ、もうちょっとでうまくいきそう。いくぞ、おっ、よし、オッケー。どうだ、あ、どう、結構いい感じじゃない、結構いい感じじゃない。あー、まあいいか、これで。うん、温泉に飛び込むジンくん取れた取れた、よしよしよし、オッケーオッケー。はい、はいあ、いいね、あ、これいい、あ、ジンくんこれいいわコロコロコミックみたいなずっこけ方してる
もうお茶目なんだからこれ良くない？なんかこう水面に映る自分の顔をねこう見て微笑むジンくんだよ。これは足もこうパタパタさせながらね水面を見てるんだよ。かわいいね、乙女チックジンくん取れちゃった。よし、オッケー、はーい、プリケツタイム、みんなお待ちかねのね。よし、まあ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 結構写真撮れてきたなまだ開始30分ぐらいだけど割と写真集まってきたな。やっぱジンくんはね映えるわ、何やってもなんか合うわ。ジンくんは絶妙だね、顔立ちが。よし、じゃあ次の温泉行くか。海だ、海、海見えてきた。割と海岸、あ、もうこれ酒井陣と申す。ごめんごめん、よし、切り捨てごめん。あ、もう一体いる、なにこやつ、うっフォトスポットでござる、戦闘はフォトスポット、あー空中浮遊、酒井陣。あ、なんかめちゃ夕日がめっちゃいい感じなんだけど。よし、ならば戦闘再開といこうか。もう来えよ、覚悟しろ。どこ行った、どこ行った、あ、いたでござる。もう馬を降りるのか、わざわざいいだろう。なんしね、何聞こ、バカが見切っておったわ、お主の動きなど。こっけえ夕日をバックにジン君超かっこいい。ああ、何その動き、何その、何それ、ちゃんと歩いて、ちゃんと歩いて、なんで後ろ向き歩くの、ジン君。ちょっとせっかくかっこよかったのになんで後ろ向きに歩いちゃったの今。まあいいや、またつまらぬものを切ってしまったな。霧が深いなこの辺は。めちゃくちゃ、おおお、獣、おっ、猛虎兵と熊が戦っておるぞ。おーおー、頑張れ、どっちも頑張れ、どっちも頑張れどっちも負けるな、赤組頑張れ、白組頑張れ。あー、猛虎兵、おー、こっち来た、こっち来た、ちょ、やめんか、やめんか、ちょっと、うわー、フォトスポットでござる。なんとも映えの気配がするでござる。ジンくん、大丈夫、またずこうなってるよ。うわー、ジンくん、何これ、あ、怪我は、ジンくん大丈夫、どんな顔してるの、今どんな顔してるの、ねえ、今どんな顔してるの、真顔まあ人ってこういう状況だと真顔になるのかも。やばいやばい、ちょ、待って、ジンくん、ジンくん、映えろ、よし、これは映えているのでは、これは映えているのでは、ジンくん、あー、あー、いい女子大生がバリでやるやつ、これ夕日をバックにバリでやるやつじゃん、ジンくん。あー、いいね、やっぱ青空がいいね、爽やかでねすっごく平和なゲームみたいだね、なんかね。まさかこれが熊に吹っ飛ばされてる瞬間だなんて誰も思わないよ、ジンくん。うん、すっごい対馬満喫してる人ごと、許さ、もう貴様は必要ない。あ、ジンくん、また映えてる、また映えてるよ、映え攻撃に気をつけて。よし、切り捨てごめん。映え写真を撮った以上お前はもう用なしでござる、用なしグマでござる。いやー、対馬はシャッターチャンスの宝庫だな。なあ、ジンくん、一時たりとも気が抜けんわ。あったでござるよ、最果ての地に森前の人。あ、ここなんかちょっと笛を、よし、ジンくんの尺八にはとある能力がある、見てごらんなさい、雲は晴れ空は青みゆく。そう、ジンくんの笛には天候を回復させる力があるのです。素晴らしいでしょ、おお、すげえすげえすげえ。いやもうほんとね、ほんとこのゲーム景色がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。ねえ、ジンくん、あ、向こうに猛虎兵がいるね。
まあ見て見ぬふりをしよう。よし、じゃあ入ろっか。雪国のプリケツタイム。いや寒いだろうな。ジンくんのジンくんめちゃくちゃ縮こまってそう。はい、オッケー。いやでもこういう雪景色の中露天入るのってめっちゃ気持ちよさそうだな。俺そういう経験したことないわ。あっ、あっ、やったー。ふんどしいただきました。装備品これが欲しかったんですよ。人を全部制覇した。いやはは、これが欲しくてね、俺ジンくんの装備の。これが手に入ったということは温泉コンプリートしたってことですね。やったー、うわー。ススキが乳首をサワサワしとる。え、ちょっと待って、これ弓外せないの？弓とか外せないの？これこの辺外せないのか。あー、そうなんだ、外せないのか。くっそ、弓邪魔だなー。まあいっか、しょうがないか。ジンくん開放感、開放感半端なさそう、これ。アホだー、アホ侍剣山。対馬の夜明けは近いぞ。朝日をバックに凛々しいでござる、ジン殿。あー、キモいキモいキモい。画面が全体的にキモい。あー、でもなんかいい、幻想的でござるな、これはこれで。これ見たらビビるだろうな、猛虎兵のやつらも。やいやい、そこの猛虎兵、はい、己と一騎打ちをしろ。どうした、何をそんなにビビっている。足が震えているぞ。いって、てめえ、だ、誰が本気で、裸だぞこっちは。おら、裸んぼ切り、こいつ見切ったわ。くるくる裸んぼ、くるくる裸んぼ、裸んぼキック、くるくる裸んぼ、わっしゃー。拙者は堺陣、この乳首の形をよく覚えておけ。そしてこの乳首が見えたら逃げるんだな。よし、行くぞ。インターネットパワー、この近くに猛虎の拠点があるという、そこを潰すぞ。このドスケベ乳首侍の恐ろしさ、猛虎のやつらに思い知らせてやる。ここか、猛虎の拠点。む、まずい、なぜバレた。どこも不審なところはないはず。さ、さ、さ、ん、天柱でござる、天柱でござる、おらおら。乳首侍剣山、ふん、乳首手裏剣、突き上げ、はっ、さ、服を着るなど軟弱者のやることを、貴様の乳首、鎧の上から削ぎ落としてくれる、ふん、はっ、よし、捕虜に手を出すな、乳首手裏剣、よし、乳首手裏剣は時速300キロ、突き上げろ、と、はぁ、見切っておるわ、はぁ、殺されます。ふん、この乳首の形、よく覚えておけ。はぁ、高速乳首4連打、はぁ、さぁ、小さき乳首のものよ、鍛え直してこい。助けてください。今、助けてやる、待っておれ。む、そなた、拙者の装束に興味がありそうだな。いいだろう、たっぷりと堪能していけ。どうだ、拙者の装束が貴様の鼻先をチロチロとかすめておるぞ。心地よかろ。これぞ誉れ風、拙者の下半身より吹き抜ける神風よ。この絵面は YouTube 的にまずい。どれ、助けてやろう。手を差し出してみろ。動くな。乳首ギリかっこ弱。この命すっかり諦めておりました。危ないところだった。気をつけよ、気をつけよ。この辺りで不審者がうろついているらしい。道中気をつけよ。さて、もうごめん。この俺から逃げられると思うなよ。いいぞジン君、その装束を身にまとって人が変わったようだ。おら、乳首侍剣山、貴様ら許さぬ、スモークインザ乳首、はあ、ダブル乳首切りからの
くるっと一回転乳首切り。まだやる気か。ほっほっ、乳首スパイダーマン。待たせてしまったな。待たせたな。大丈夫か、寒くはないか。服を貸そう。お侍様、助かりました。ありがとう。この鎧を守るよう頼まれたのですが、鎧だと。あなたにお預けするべきです。誰がこれを。わけもわからぬまま。確かに妙だな。俺が預かろう。確かに今のジン君に必要なのは鎧だな。ありがとう、見知らぬ老人よ。戦えればな。よし、これでこの町に平和を、平和が訪れた。やったー、乳首侍様ありがとう。噂が広まったらしいよ。まあ広まるだろうな。あんなやつが猛虎兵を退けたらそりゃ広まるわ。大丈夫かな、乳首言い過ぎかな。わー、何してんのちょっと。おい、何してんのそれ。その動き何、その右手の動きは何だ。なんか捨ててないこれ。ちょっと物資を漁って捨ててないかこいつ。なんだ、おい、やめろ。おいおい、不審者、おい。服を着ろ。あ、ちょ、近っ、ガチかい。おいおい、ガチ恋の距離、おい。乳首侍様、ガチ恋距離じゃないか。やめろ、ガチ恋距離やめろ。息がかかる。息がかかる、めっちゃ息がかかる。めっちゃ嫌なんだけど。臭そう。ほっ、よし、よし。いやもう完全にやべえやつだよ。身体能力の高い変態だよ。誰にも止められないやつ。よし、来たぜ。ここの、あそこ登れそうだな。あそこ登りたい。あ、いけるね、ここから。よし。よっ。で、こう、怖いわー。こんなやついたら。よし、来たー、頂上だー。いいー、やったー。いやー、じゃあね。まあ、風呂もコンプリートしたし、写真もたくさん撮ったし、ここで最後の記念写真撮って、終わりにしますか。ねえ、ジン君。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん、この写真。あ、色補正もできるんだ。へぇ。秋、シンク、煙、紅葉、へぇ。ん、ちょっと待って。ちょっと待って、ジン君。ジン君、乳首も紅葉してるよ。いや、おい、これおかしいだろ。乳首の赤が残ってる。おい、そこの赤色は残さなくていいんだよ。そこは白黒でいいんだよ。ジン君の乳首が比較的赤いっていう、マジでいらない情報を手に入れてしまった。はい、じゃあ、まあ、というわけでゴーストオブツシマでした。この動画で初めてこのゲーム知った人はバカゲーだと思ったかもしれないんですけど、全然そんなことないんで。本編めっちゃシリアスで面白いゲームなんで、はい、ぜひ遊んでみてくださいね。はい、じゃあというわけで、なんか面白写真っていうか乳首ばっか印象に残った感じがあるんですけど。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。